フォンテーヌ特巡隊隊長シュブルーズだ。雑談は結構。何か手を焼いている事件はあるか？銃は私が最も好む武器だ。強力な殺傷力と抑止力を有している。そして時折前者よりも後者の方が有用なことがある。我々特巡隊はフォンテーヌ邸の日常的な巡回には参加していない。我々が追うような人物はのこのこと街中を歩くはずないからな。ポンコロワッカリングのような軽食は携帯性に優れ、ソースと組み合わせることで様々な味を楽しめる。ここで待っていてくれ。いくつか買ってきてやろう。安心しろ。たとえ雨の中でも私の銃はいつも通り撃てる。発砲音を雷で紛らわす犯罪者もいるが、私のこの耳をごまかせはしない。待て、銃のメンテナンスが必要だ。マシナリーの部分が凍らないようにしなければならない。悪くない天気だな。視界も良好だ。この風速では撃った銃弾もそれてしまうだろう。広大な砂漠は何かを埋めるのに適している。おはよう。これから体力トレーニングを何セットかやるところなんだが、お前も一緒にどうだ？ああ、お前か。一緒に特巡隊の食堂に行かないか？あそこは腹を満たすのにもってこいの食事ばかりだ。やっと今日の仕事も終わったか。大したトラブルはなかったな。さ、夜食でも食べに行こう。私が案内する。ゆっくり寝るといい。私も後から休もう。夜に緊急出動を要する事件があまり起こらないことを祈ろう。特巡隊はあらゆる危険をはらむ凶悪な事件や立ちの悪い犯罪者の対処を専門としてる。故に法を執行する際はいささか強腰の態度をとるんだ。特巡隊にはとある暗黙のルールがある。もし隊員が犠牲になった場合、その者の帽子を私たちで保管し、その子孫が特巡隊隊員になったらそいつに渡すというものだ。これも一種の伝承と言えるだろう。空き時間があったら犯罪小説を読んでいる。推理小説と違ってこの手の小説は複雑な犯罪トリックこそないものの、事件をめぐる様々な葛藤や感情の衝突が重点的に描写されている。なかなか興味深い内容だ。法律で不明な点があればいつでも私に聞いてくれ。いや、むしろこれくらいは違法じゃないだろうという考えが頭をよぎったら真っ先に相談しろ。毎年わずかな幸運に期待して一線を越える愚か者が大勢いる。お前がそういった奴らと同類になるのは見たくないからな。私の仕事において神の目は戦闘面で実に無視できない補助を担ってる。これを手にしてから銃が深刻なトラブルを起こしたことは一度もない。神の目と銃を同時に持つ特巡隊隊長、この名があれば臆病な容疑者たちを震え上がらせることだってできるだろう。まさかハンコットが本当にミリスを逮捕するとはな。たとえ最愛のものであってもその手で捕らえられるのか。感服した。しかしミリスの罪には疑問が残る。彼女は拾った装飾品を売ったに過ぎない。それだけで貴族が言うところの罪人になってしまうとは。まったく正義とは実に捉え難いものだ。お前はどう思う？我々は出立艇に所属してはいるが、特巡隊が任務を遂行するときに警備ロボを大量に導入することはない。なぜならあののろまで重たいマシナリーどもは我々の撃った弾を遮るだけだからな。ナビアさんの父上に関する殺人事件は聞いたことがある。当時
設立帝でも騒がれ、多くの者がその件で議論していた。幸い今は冤罪であったことが明らかになり、真犯人も裁かれた。正義がようやく訪れたというわけだ。ああ、その大魔術師なら知ってる。以前傷害、誘拐、殺人の疑いのあるマジシャンを捕らえたのだが、その犯行方法が全く不明でな。結局リネさんを顧問に迎えて初めて重要な物的証拠が見つかり、その容疑者を有罪にできたのだ。その後ある小説家がこの事件に興味を持ち、マジックによる犯罪を題材にした推理小説を書いたという。しかし小説の描写があまりに細かすぎて、今もまだ審査中だそうだ。しばらく出版できそうにないだろう。ある日パーツを買いに出かけた際に、その潜水士と会ったことがある。彼も店に残っていた唯一の汎用パーツが目当てだったようだ。パーツを譲ろうとしたんだが、彼はすぐさま手を引っ込め、うつむいたまま店を飛び出してしまった。悪く言えばまるで犯罪者のようだったな。その決闘代理人はフォンテーヌ邸で名の知れた人物だ。私と彼女では職務が違うため、その仕事ぶりを勝手に評価することはしないが、しかし彼女が決闘を引き受ける理由は、どれも彼女の心の中にある正義からだと私は信じてる。リオセスリさんの手腕は実に効果的だ。少なくとも犯罪者どもはメロピデ要塞が老後を過ごせる生ぬるい場所ではないとはっきりと理解してる。これは我々が尋問する上で大いに役立ってくれてるんだ。彼女とは個人的な付き合いがあって仲がいいんだ。彼女が持つ科学の知識で物的証拠を分析してもらい、何度か犯人を突き止めるのを手伝ってもらったことがある。例えば犯人がどんな香水を使っているのか、どんな花を送ったのか、さらにはどこに行きどこの土を踏んだのかなど、こういった目に見えない情報を数多く見つけてくれるんだ。外れたことはこれまでに一度もない。しおりが揉め事を処理する方法はいささか過激だ。だが彼女は独自の手段とコネで何度も特巡隊に情報を提供してきた。お返しとして彼女が誰かを店から追い出したり、悪質なライバル店を懲らしめたりしても私は目をつぶっている。後になって調べるとわかるのだが、理にかなっているのはいつも千織の方だ。彼女はただ無駄口を叩くのを億劫がっているだけなんだろう。なんとも困った記者だ。重大事件が起きるたびにいくら現場を封鎖しようと真っ先にその近くに現れる。以前部下が彼女を第一容疑者だと考え、半月も拘留したことがあったが、それでも留置場内で記事を仕上げたという。どうやら時間を見つけて彼女の編集長としっかり話をしなければならないな。特巡隊とメリュジーヌは昔から友好関係にある。我々はよくマレショーセ・ファントムのメリュジーヌと連携を取っているのだ。あの子たちは善良で誠実で信頼でき、いくつかの重大事件を処理する時には貴重な役割を果たす。私も個人的に何人かのメリュジーヌといい関係を築かせてもらってる。そのうちの一人がシグウィン看護師長だ。過去から現在に至るまでメリュジーヌはなくてはならない仲間だ。今後あの者たちを傷つける不届き者が再び現れたら、特巡隊の重厚は決して情けをかけはしないだろう。最高審判官様が審判で私情を挟まないことは誰もが知っていることだ。人情味に欠けてるという者もいるが、
正義は人情に阻まれるべきではないと私は思う。法律に反した者は有罪となる。それだけだ。フリーナ様か。ある日突然、あの方が私たちにライフルドリルをするよう指示したことがある。全員に特製の偽装銃を装備させただけでなく、ライフルドリルの特殊な訓練も受けさせた。幸い、あの方のお気に召す儀礼局がなかなか見つからず、お蔵入りとなったがな。悪いが人付き合いは。いや、正確に言えば、まともな人との付き合い方は心得ていなくてな。聞きたいことがあったら、雑談を挟まずに直接聞いてくれ。特巡隊は、出立艇に所属する複数の法執行部門の一つだ。その大胆とも言える行動様式とメンバー構成から、一部の出立艇の者は、規則を最も守らない部門と言ってる。だが私は、特巡隊の行動規範は、外部の影響を受けるべきではないと考える。我々が対処しなければならない悪党は、パレメルモニアに座ってるジェントルマンなんかではないからな。もし法に背き、規律を乱すような悪行が暴雨となって突如降り注いだなら、我々は奴らに反発も遅れることなく動かなければならない。これまで私が接してきた犯罪者は、誰もが悪逆非道な無法者や凶悪犯だったわけではない。多くの場合、奴らは小さな過ちにつまずき、その責任を取ることを恐れ、密かに解決しようとした結果、知らず知らずのうちに虚偽の渦に飲まれ、やがて無数の嘘の中で犯罪の道を歩むことを余儀なくされてしまったのだ。私の一番好きな劇作家はかつて、ある劇の中でこう書いていた。嘘は罪を生み育む悪しき土地であると。だがその人は数年後に盗作で逮捕された。その劇に富んだドラマ性を添えたと言わざるを得ない。父が投獄されたことで、私はかつて罪人の娘と呼ばれていた。サーアンドル川で育った私は、太陽の光が届かない一角をこの目でいくつも見てきた。そういった生い立ちから私を嫌う人も少なくないが、それ以上に私は多くを学んできた。法を執行する者は、己の心の中の正義を信じ、それを行動に移さなければならない。これは父が私に教えてくれた言葉だ。そして私はそれを心の底から信じている。実際のところ、特巡隊隊長である私は、道徳をことごとく捨てた悪人が、好き勝手に法を破る姿を散々見てきた。そして、何の罪もない心優しい人々が事件に巻き込まれ、怪我をし、あまつさえ命を奪われる姿もだ。私はよく、憤りと己の無力さを感じてしまう。罪人は罰せられるべきだと固く信じているが、それは無限に続く復讐の連鎖を意味するわけではない。目を覆ったまま感情に身を任せれば、いずれ冬の海に溺れてしまう。だからこそ、権力を握れば握るほど警戒を怠ってはならないのだ。己が心にある正義を追い求めると同時に、その道中で自我を失わないようにしないとな。トレーニング、射撃、いや、強いて言えば犯罪小説を読むことだ。そうだ、ミステリートレーサーの最新刊を受け取りに行かなければ。私に面倒な礼儀作法をこれ以上学ばせないでくれ。そんなことに時間を割くくらいなら、凶悪犯を見張ってた方がマシだ。脂質と糖質の多い食べ物は、
勤務中のエネルギーを十分賄うことができ、気分まで良くしてくれる。あ、休みの日の場合、そういった食べ物は私の体重を増やす罪悪感の塊となる。そしてそれら罪悪を消滅させることで、同じく一日中いい気分になれるのだ。私は冷たい生ものは少し苦手なんだ。口に入れるものはせめて中まで火を通すべきだと思うんだが。素晴らしい。ただいつの間にか食べ過ぎてしまったようだ。トレーニングメニューを増やさなければな。ほう、特巡隊の食堂が出すものよりずっと美味しい。腹を満たすには十分で、余計な食欲もそそらない。この料理、私にとっては絶品だ。誕生日おめでとう。よし、気をつけ。もっと背筋を伸ばせ。膝を曲げるな。お前の体のサイズを測って、携帯式小銃をオーダーメイドしてやろう。クイックドローホルスターもだ。よし、リラックスしていいぞ。銃が完成するまで訓練銃で標的を狙うトレーニングをしてやる。さ、今からだ。ついてこい。悪くない。銃を持つ手がより安定した。これならもっと遠くの敵を狙い撃ちできるはずだ。感謝する。これほどの力があればより効率的に悪党どもを追い詰められる。お前から受けた全ての助力に礼を言おう。特巡隊を常に自由に動かせる保証はないが、私だけなら頼まれれば同行するつもりだ。